いや相当にもう、いや強いことは間違いない。普通の準備の仕方したら多分勝てないんじゃないかと思ってます。いろいろやっぱり練習ってやってきて、まあ、あの試行錯誤とか、まあ成功する形だったり失敗するとかもあるんですけど、じゃあこれを見せるときに、じゃあ成功する形をもう一回やればいいのか、まあそれともまあ新しいことをやって失敗することになるのかとか、まあいろいろなケースが考えられるんですけど、やっぱりまあ盤でもしかしたらやる形になるかもしれないですし、まあまあ全然そうでもないことになるかもしれないんですけど、前ってあんまりそういうなんかこういろいろああでもないこうでもないとか、練習なんかこうね、変に練習してる姿じゃないですけど、あんまり見せて、いいものだと思わないからっていうのがやっぱり一番理由ですかね。まあ一言で言えばあんまりかっこよくもないでしょうし、ソフト停止してしまったので、まあ気楽というかそんな感じですね。いやもうちょっとまあ、なるようになるとしか言えないですね。それは。いやまあ別に誰になろうってもまあそういうのは変えようとは思ってなかったですけど、まあ先方それなりにいろいろ指すようにしたぐらいですね。振り飛車とかも指すようにはなってるはずですから。いやまあ失礼な言い方になりますけど、まあ人間相手だとまあそこまでのなんていうか、まあ勝敗に影響するほどの損になるかどうかっていうのはなんとも、いや振り飛車の方がはめられにくいっていうのはありますよね。いやただじわじわ悪くなっていくような展開にはなりやすいんですよ、振り飛車は。でもその急転直下みたいな形にはならないので、まあそうですね。いやどこかでやっぱり人間はミスをしちゃうんですよ。そのじわじわという中で、でそうなるとやっぱりコンピューターが強い。まあ、まあ、実際別に将棋ね、プロの世界だと別に振り飛車やって全然勝てないとかいうわけでもないから、振り飛車やられる方ももちろんいるんで、まあそれだけ聞くと、ねなんか。まあ、なんかちょっと微妙な気持ちにはなりますけどね、まあ、終盤とかのミスで逆転されてしまうのは仕方ないんですけど、そうですね、いや、その前に圧倒されてしまうのだけはやめてほしいっていう、初めのうちにやっぱり、リードを奪いに行くのがまあ現実的にはそれが一番、まあ、勝ちやすい、勝つ可能性を上げるならそれかな。多分序盤は人間の方が強いとかそういうふうには思ってるんでしょうけど、いやそうとも言えないんじゃないか、という部分もあります。いや単に人間がいいと思ってた局面がもともとそんなに良くないっていうのが結構あるはずで、不利な時に逆転する手っていうのは自分の力だけじゃ出ないんで、まあそういう意味では向こうに早打ちにちょっとあの不利を自覚させるじゃないですけど、自覚してもらうような展開にするのが一番いいんじゃないかなという。将棋のまあ今のまあちょっと停滞している部分とかそう、ソフトを持ってそのまあ目覚めさせるというか、まあ自分を目覚めさせるものでもあると思います。そうですね、自分自身の覚醒という意味でもそういう意味があると思います。そうなんです。
まあ有名になったりとかそういうのも、まあ、レイクのおかげですから、うん、まあやっぱりその何ですかね、いきなりじゃあ一回もやったことない状態でじゃあ明日とか明後日アウェイクとやれとか言われたらそれ得体の知れない怖さとかいうのもありますけど、うん、まあもちろんね今やらせてもらってっていうことでは、まあ、そのね強さだったり、まあ、ちょっと弱いところだったりとかまあね嫌になるぐらい強いところとかもたくさん見てますし、あれでもなんでこういうこともするんだろうなっていう時もやっぱりそのどっちもあるんで、やっぱりやっていくことによって慣れてくるとその恐怖とかいうことはあんまりないかなとは思いますけどね。はい、はい、ベストを尽くして、はい、やりたいと思います。